や、明らかにおかしいよね。私今日プレゼントを送ったんですよ、掃除機をね。まあ、先ほど見てる方は分かってらっしゃると思いますけど、それを本当は今日家行ってね開けたかったんですけど、まあ、今日家行きたいって言ってたのそれだったんだよね、私ね。それで家行けなかったか、まあ、しょうがないかな、もう配達されてるしね。まあ彼の枠で届いてないっつってさね、で届いてたんですけど、なんかそれポンってねベッドの方に投げてね、私だと分かった瞬間にね、おお、何なんだろうね。舌打ちもされて連絡もない、どういうことなんだろう、なんでイライラするの。意味が分かんないんですけど、だってお昼だってね会いに来たいっつってズーズーしいみたいなこと言ったんでしょ、なんなのって感じね。本当にそれで怒られても困るんだけどね、うちがなんかヘイトを向けてるとかなんとかとかね。鳩がいたらびっくりとか言うけど配信つけんねよってんだから、そんなんだったら今更って感じね。じゃないよ、だってその一言にね、その一言じゃないの原因は。気に入って普通に用事があるとか今日は無理って言えばいいの、その余計な一言で荒れてるだけでね、余計なんだよね、やってることと言ってることが。電話で話さないのだってかけても出ないんだもん、一日中かけてるから出ませんよ。うん。電話出ないから言ってんねん。だって放送内で言うしかないんだ。放送外で電話出ないんだから。どこで言うの？うん？一方的じゃない？かなり。LINE は一回帰ってきたけどね、今日ね、なんかやる気がないみたいな。うつなんじゃないの、わかんないけど。嘘がバレて枠を切った、なんで、何の嘘がバレたの、なんで急に枠を切ったの。うん、何嘘って、スケボーを言ってないっていう嘘、なんで。
あ、そういうこと？置き便だったんだ。はいはいはい。でも時間によるんじゃない？それも。帰ってきた後に送られてきたら別に外出てないってことじゃないの？今日一日ってことでしょ？ただでも私電車乗ってる時はもう配達済みになってたの、帰り。うん。八王子から帰ってくる時に。夕方ぐらいには届いてたはずだけどね。わかんないけど。わかんないですけどね。嘘なのか分かんない。そこを別に話してるわけじゃないんだけど、何なのって感じでね、今日一日ね。佐川か黒猫？配達業者ってこと？配達業者は。ヤマトだね。ヤマト。別にそこはどうでもいいんだけどさ、何なのって感じるの。なんか邪魔なんじゃないの、もうね。明らかになんか邪魔みたいな感じじゃん、私がね出てくると。ただ私は今日一緒にプレゼント開けてお掃除をしたかっただけなんだけど、ね、お部屋のお掃除をしたいっていうね。それが余計なおせっかいってことでしょね。そういうことだよな。振られるように仕向けてるの、わざと冷たくしてるってこと、めんどくさいからって。そんなことはないでしょ。モンジュリが掃除機を送った証拠？なんで私が証拠出さなきゃいけないの？欲しいものリストだよ。欲しいものリストから送るとこういう表記になるからね。私コメントしてた時は不機嫌でなかったよね。そのなんかなんだろう、なんか急に変わったよね。プレゼント開けて、わー掃除機だーって言ってからなんかおかしくなってるな。電話しろー。だって電話出ないんだもん、だって。通話中になってん。すぐかけて、私、通話中になってるよ。既読もついてないですね、その、あのメッセージも。汚いってことに聞き入れた。汚いなって私一言も言ってないのよ。もう疲れて終わりにしたいって言ってた。じゃあ終わりにしようよ。はっきりと言えばいいじゃん。足だって疲れてるじゃないの。お互い疲れてるんだともう終わりにした方がいいんじゃないの、きっぱりと。
寝ないの？いや、台本とかでもないしね。だったらもうきっぱりしたいわ、私は、はっきりと。じゃないの？そんな疲れるわけじゃないの、毎日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 ねえ。じゃないですか。舐められてる、まあそうどうもあるよね、あの言い方はね。一言余計なんだよ。それ連絡もしてこないしさ、すぐ連絡してくるべきじゃないの、コルポン君。お礼を言うって言って配信切ったん？全然お礼なんか来てないよ、何も。別にお礼が聞きたいわけであれじゃないんだけどね、あの舌打ちされたのにイラついただけやったじゃん。舌打ちされたから、なんで舌打ちされたっけって感じ。だからわざと匿名で送ったんだけどね、私名前出さないでね。それサプライズでお家に行って、何これって言って私からだよっていうプランを考えてたんだけど、ね、それがまあ余計だったんじゃないの。匿名さん花火ありがとう。別にこれ悪口を言うわけじゃないけど、今日はなんかちょっとなぁと思ったんだよね。ね、今日は。私が邪魔っていう言葉が最近よく出てくるからさ、それはね、あれじゃないのって感じ。もう無理なんじゃないのかなって私は思うんですけどね。邪魔とかね、いらないっていう言葉もね、そういうのがなんか伝わんないって感じ。うん、七夕から帰ってきてからそうだよね、会ってからそうだよね。配信者だとさ、こういうとこ乗ってこないとね、やるんだったらさ、ね、やりなよって感じで、なんか中途半端に終わったりとかさ、なんつうのかな、そういうとこだよね。そう、なんかもうプライベートと配信で、もう完璧にあれじゃないの、コントロールしないとさ、ねえ、そうじゃないの。そういうとこがなんかあれだよね、誤解されやすいっていうかね。ねえ、なんか何でも思っちゃうことを言っちゃうし、言葉遣いも下手くそだしってね。そこじゃないって感じ。勘違いやれされちゃうよねって。あなちゃんから別れようって言うの。そうなんだよね。そしたら別れましょうみたいになんじゃないの。どうなんだろう。そのままふって別れちゃうんじゃないかな、私から言ったら。
言ってくれんの待ってんの？そうなの？そういうこと？私から言うの待ってるって感じ？ちょっとね、説明不足だからね。あ、なんかリスナーさん来た。ホルポン別れるとかそんなこと言ってないよ。ヒゲ男爵がプレゼント送った人だね。私の匿名ね。ナナちゃんじゃないって解釈になって、ヒゲ男爵に連絡しようとしてコメントが読めないくらい流れて、何かおかしくなったの。本人が言うように、憂鬱になってんじゃないの。今日ずっとアンチ叩かれてたかな。ナナちゃんが邪魔じゃなくてジャンドリチートって言われないようにポロポン何頑張ってんだと。どういうこと？このリスナーもよくわかんねえな。だって最後そうでナナちゃんがありがとうって言ってたから理解してんじゃないの？一日荒れてって、だってあれは荒れたのはね、一言で私がお家行きたいって言ってね、それに対してじゃあ今日はちょっと疲れてるかなとかね、そう言い回しをすればいいのにね、その一言、余計な一言を言ったせいで失語されてるんでしょ。そうだよ、なんて言ったんだっけ、その返しは。なんつう、邪魔邪魔とか言ったんだっけ。ずうずうしいって言ってたの、それは本当に言ってたの、そんなん。だからそういうの言わなきゃいいじゃん。そう、ズーズーしいとか言ったらえってなるよね、カチンとね。いや私は別に何も思ってないんだけどね、あそうなんだって言いけないのねみたいな感じだったじゃん今日ね。それに怒ってないし、あお家行けないんだったらいいやって違う日にしようって感じだよね。電話しないのだから出ねえんだよ、出ないからここで言ってんだよ私も。電話が出ないの、通話中で誰と電話してんのか分かんないけどすぐ通話中になっちゃうねん。ねえ、でももうなんかそこら辺を気づかないとさ、これ繰り返しになるよね。わかる？人のせいとか、やっぱそこら辺を直さないとさ、誰かのせいとかにするんじゃなくてね、もう本当にそこ変わんないと、誰とでもそうなるよね。で、どんだけの人と揉めてんのって感じ？この2ヶ月ね。どんだけ敵を作ってんのって話でしょ？それはやっぱり身から出たサビなんだよ。自分の一言とかね、言い回しでやっぱりね、荒れてるのであって、ね、別の人がね、荒れないんだよ、こんなに。ね、やっぱそこに気づかないとさ、繰り返しだよねって話だよね。着拒されてる LINE が知らない。でも繋がる時もあるよ。だからなんつうのかな、どうしてあげたらいいのかね。ハンマーさんがポルポンと、なんだって、ハンマーって誰だっけ、ハンマーさんって誰、
待って、誰だっけ。あなたはリスナーの総叩きが原因で打つ？だってああやってさ、無言とかさ、余計自分が叩かれやすい状況を作ってるわけよね。配信者とうまく流せばいいやん。面白くしたいとかね。自分で叩かれやすい状況を作ってるわけやん。ね、ブワーって叩かれても、ね、その、やり方を変えれば全然面白くもできるし、ね、例えば自分がかわいそうってね、自分いじめられてるってなるともっといじめられんねん。はっきり言って面白がってね。やり方だよ、そんな。ハンマーがポルポンと女がホテル、誰だ、だからハンマーって誰だよ。誰ハンマーって。ゆうこって誰？あ、ゆうたん。全く関係のない人だよね。全く関係なくない？いちいち配信論言うな。いや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 。ね。みんな叩かれてるとなんとかって言うけどね、うちのコメント欄見てみない。もうボロクソにやられてんじゃん。ね。私だってね、そうじゃん。そんな甘えでは甘え。じゃ上から目線とかじゃなくて。私ができんだができるでしょって話でね、まあ、比べんのもいけないんですけどねえそうじゃないの。なあちゃん別れんの怖いってん。いや分かんない、あっちが何考えてるのも分かんなくない。だっていや別れたいとも思ってないんじゃないの。何なんだろう、そういう話じゃないんじゃないの今日は。ねえ。なんか今日は荒れてやだみたいな枠切ってんじゃないの、ツイキャスもフワッチも。コメントで荒れてやだみたいな。荒れてる理由を作ってんのはあなたですよっていうことを言いたいよね。じゃないの。だって荒れる日荒れない日があんだからね。荒れる日荒れないの違いは何ってことよ。そこを考えればわかるじゃん。なんで今日は荒れたのって理由を考えればね。最近毎回枠つけるたびに荒れてるわけじゃないじゃん。でなんで今日は荒れたのって、どこに原因があんのって突き詰めれば答えが出てくるでしょ。ねえ、なあちゃんのせいって言ってるけどね、定時配信で11時、私と時間かぶってんだから少なからずリスナーの移動はあるからね。それが嫌だったらもう やんなきゃいいんだよ。定時なんて同じツイキャスでさ、そんな誰でも考えても分かることじゃん。流れてくるなんてな。そうじゃん。閲覧が流れてくるなんて。にゃん。じゃあ荒れるのが嫌だ。ね、叩かれるのが嫌だったら私とはいられないよねって話になる、ね。究極の話するとね。そうじゃん。だったら私と一緒にはいられないよねって。そうでないの。もし私と一緒にいたいんだったらそこは克服しないとさ、この先ね、もしそういう気持ちがあるとしたらじゃないの。そこから逃げてちゃうんだって、私から逃げてることにもなるでしょ。そういうことじゃない、イコールになってない。
や別にポロポのことを責めてるわけでもないし、いじめてもないからね、私も大好きだし、そういうこと。それがヘイト？明らかになってこっちの方が人数なんだかなんだかんだ話になったらヘイトとか言われるに決まってんじゃん。それ覚悟じゃないの？そうじゃない。だって明らかに人数の差があんだからさ、あっちとこっちじゃない。何でもかんでもヘイトになっちゃうんじゃないの？私が話すれば。ねえ。ただ付き合ってんのが話するしさ、当たり前じゃない？彼氏なのに電話なんで出ないの？だから電話中だよ、今。電話中だから出ないのよ。電話はお休みモード。私は切ってるよ。私は。多分お休みモードなってないんじゃない？私はなってないな、今。でまたこれ配信中に電話したら配信中に電話してくんなってなるでしょ？じゃない？別にいいんだけどさ、私はどっちにも配信中でも配信外でも。別にどっちでもいいんですけど。あと、奈良ちゃんに電話するねってこないかな、暇だからつけただけでね。連絡かかってこないじゃん。私だって別にたまにはいいじゃん。こうやってあっちだって好きかって言ってんだからさ、愚痴言ってもいいんじゃないの？なるべく愚痴にないように配信、私の自爆では気をつけてるけど、こっち外部だし、暇だから話してもいいんじゃないですか？11時配信を奈々さんが提案したの？あ、定時？まあ、そんな話もしたね。ツイキャスの定時配信したら人増えんじゃないのって。でも最初なんか嫌がってたかね、ええとか言ってたかな。なんか急にやる気出たんじゃない？確か。最初乗り気じゃなかったけど、急になんかやろうみたいな感じだったんだよね。ただふわっちがなんつうのかな、ね、いろいろほらイベント剥奪されたりとかね、そういうのがあるからツイキャスも一緒にやったらどうみたいな、今後どうなるか分かんないからみたいなね、あっちも育てるみたいな感じでね。昨日のうちに行くっていうのも鳩言葉、私鳩なんか飛ばしてない、勝手にやってるだけでしょ、だから鳩なんじゃないので、勝手に暴走するのが鳩なんじゃないの、あっちでこう行ったあっちでこう行ったって、それが鳩じゃない？ホルポンの画面いつも曇ってんの、なぜ？あれは広角レンズがずれてるから光が入っちゃってボケてんの。彼氏なのに彼女の配信見てない？最近見てるらしいよ。何気に見てるよ、あの人。何気に私の配信見てますよ。奈々ちゃんがポロポロのとこ行こうって言ったから切れた？だって行こうと思って行っちゃダメなの？カップルのに。だってあっちは奈々ちゃんち行っていいっつって来る時もあるじゃん。あ
私も言っていいで言っちゃダメなのかなって感じ。電話して出ないし、今電話中じゃない？あ、電話してんじゃないの？電話中でしょ。ほら、通話中のため応答できません。ずーっと通話中のため応答できません。なってるよ。枠切ってかな。もう30分間、30分間通話中になってるよ。LINE って着去ってできるの？着去の時はこういう風に出んの？着信拒否ってどうやってできんの？そのかかってて来た時になんかは選ぶの？これ、この選択肢みたいな。あー、匿名さん花火ありがとう。いや、ブロックだったらそのまんまずーっと鳴りっぱなしじゃない？ブロック入れられてたらずーっと電話つながりっぱなしだよね。確か。そうじゃないの？電話してキャンセル。キャンセルは出てない。通話中のためをつなぎできませんで、ってことは誰かと話してんじゃないの今の LINE で。あ、ビタミンちゃんありがとう。シャキーン。今通話中ってことでしょ。30分間。だって LINE の拒否って、だからさ、もうどうやんのよって聞いてんのに、やり方知らないじゃん。誰でもブロックだったらずーっとつながりっぱなしの電話、こういう項目は出ないからね。通話中のためって出ないから。ブロックだったらずーっと着信の音が鳴ってて出ない感じだよね。画面は出てこないから、ブロック状態だとね。スタンプをプレ、だからそれはブロックの前に、だからブロックはされてないっつってんの、しつこいの。知ってるよ、そんなスタンプで確認する方法なんてな。ブロックじゃねえだろ、これ。あ、匿名さん、花火ありがとう、シャキーン。携帯電話、この間教えてもらうって言ったけど、聞いてなかったね、それも。いつも忘れちゃうんだよ。タイミングずれてね。ただ、通話中だったら直電も出ないよね。今、通話中だったらね。LINE で通話中だったら直電も出ないんじゃないの？不満やファンに言うんじゃなくて直接言えば、だから直接出ないからここで言ってるっつって何回も言ってんじゃん。暇つぶしだ。だったら聞かなきゃいいんじゃないの？イライラそうになったの。見ない選択もできるでしょ、あなたたち。じゃあなんで見てんの？気になるからでしょ。だったら文句言わずに聞いてろよって感じ。あ、なおみちゃん花火ありがとう、シャキーン。そうじゃない。じゃあなんで聞いてんのってイライラしながらさ。そうじゃないの？ねえ、見なきゃいいじゃん。聞かなきゃいいじゃんって話になるじゃん。お前、今、お休みモードに設定してリスナーに電話かけたかも。話中の状態なのかな？じゃあ、お休みモード中なのかな？私みたいね。
でもさ、この私が今この放送やってるってことも知らないのかな。それで連絡もしてこないってことは本当に通話中かお休み中かなんだな。俺を知ってんのか知らないのかわかんないけど。いや聞いてないっしょ多分ね。この話をしても多分聞いてないんじゃ、聞いてんのかしら。私の言葉は伝わってんのかな。あ、ひまりんちゃんありがとう。お茶ばく、お茶ばくじゃない、花火ありがとう。シャキーン。あ、昼間奈々ちゃんが行っていいと言う前からかなり荒れてたよ。チンポコヘルメットの連投とかひどかった。あ、そうなの。私が行くって今日は会いたいって言う前から荒れてたの。コメントなの今日は。そういうこと。でも私チラッと見たら600人とか500人しかいなかったけどね、裏で見たけど。うん、あれではなかったんじゃない。うん、なんだこれ、 DM が。追いかけられるより、追いかける、追いかけられる恋愛をしなさいなって。なんなのこのリスナーさん。閲覧が低くて機嫌が悪かった今日。どっちなのって、閲覧が欲しいのかね。荒れたらピエルくせにね。閲覧が増えたら明らかに荒れるよね。ね、閲覧とかもう見てないんじゃないの。低くてもいいんじゃないの。ぶっちゃけ自爆は欲しくないと思うよ。多分増えたら荒れるっていうイメージじゃないの。うん。ねえ、低くても楽しそうにしてるよね。うん。配信外なら会いたいって言ってたけど、配信外で今日会うつもりになるんだって。でも断られた。マキちゃんありがとう、シャキーン。私は高尾山登ってそのまま切って配信外で遊びに行こうかなと思ってたけど、それって配信外じゃないの。配信切ったな。なぜ配信で言うのよって。だから電話出ねえからだよ今。さっきから何回も言ってんじゃん。配信が電話しても出ないからしょ。だから俺暇つぶしして愚痴ってるだけよ。ね。出ないからここでつけてん、暇、待ってんねん。うん。奈々ちゃんが荒らしてる？だいたい仮想配信者そういうこと言うんだよね。閲覧多い人に対してね。荒らしてるだの、来るだのってね。ありがとうございますじゃないの、普通は。じゃないの。ねえ。そういうことが仮想配信者だっつってね。うん、いや厳しいよ私は。ねえ、私だって昔ワックとか荒らされたことあるから、ね、毎日のように荒れてたからね。大手が流れてきてねえ、気持ち悪いだなんだのって散々毎日叩かれてん。それでも負けなかったからね。うん、全部奪ってやるぐらいな感じでやってたけど、
取り込んでやろうと、そういうとこじゃないね。もうその時点で配信で食ってこうなんて思ってないんじゃないの、厳しく言うとね。危機感がないっつうか、自分は大手だと思ってるから、天狗昔から言われてますけど、そんな今更って感じ。閲覧100人の時か天狗、生意気、もう言われ続けて6年経ったんだけどね、ぶっちゃけ今始まったことじゃないんですけど、数字増えて、そういう数字マウントを取るんだったらね、ねえ、天狗だの生意気だのね、汚ねえだの散々言われてるよ。今日スケボーを滑ってきて大汗をかいてきたって言ってたのに、モンジョリの置き瓶のせいで外出ないのがバレたから怒る。え？そんなことじゃないんじゃない？そうなの？それはちょっとあれじゃない？たぬきちゃんの妄想話なんじゃないの？だってそんな嘘つく必要ないじゃん。匿名さん花火ありがとう、シャキーン。でそんな嘘つく必要なくないんだって。謙虚さがないね、飽きられる。私に言ってんの？この私が好きだからみんなついてきてくれてんでしょ。匿名さんありがとう。私が謙虚持って真面目でね、ねえ、迷惑も配信もしない人だったらみんなそうとっくに飽きてるよな。そんな人だったの。これだからみんないいんでしょ。こんな私がみんな好きなんでしょ。スケボーで汗かいたのに同じ服で配信してたん、なんかすごいね。そういうとこも見てんだ。私気づかなかったけどね。そうなの、別にいいんじゃないの、それは。そんなちっちゃい嘘とか、まあ嘘なのか何なのか分かんないけど、特にそれは別にどうでもいいんじゃない。外出てようが出てまいがね、彼がね。そんなんで枠を切ったの？それはないっしょ。ねえ、同じ服着てたのも、でも結構私も同じ服着てるけどね、3日4日普通に同じ服とか着てん。ねえ、そんな感じじゃない？結構同じ服着てるけど、2週間とか夏とかでもね、汗かいてもねえ。だって今日私高尾山行ったけど、そのまんまの服で今いるよ。めちゃくちゃ汗かいて山登りしてきたけど、同じ服で今寝っ転がってるよ。お風呂も入ってないですよ。そんな感じじゃないの？ね、同じじゃない？私の方がやばくないって感じ。ね、っていうか電話つながんないね、まだね。いつ電話してきてくれるのかな？別れる気はないんだって。あっちから別れるって言われなきゃ、こっちも別れないんだけど。じゃないの？そんな話なってないし、別れる別れないなんて。意外とラブラブなんで。意外と。
そもそも付き合ってんの七夕デートしたじゃん2日前。もう2ヶ月付き合ってる。うわすごい、3個ありがとう匿名さん。シャキーン、すごいねこれ。天の川綺麗、キラキラしてる。奈々ちゃんが来るって言った時、奈々ちゃん来るから掃除しますって言って、あ流れちゃった。掃除し始めたら鳩が来て、奈々ちゃんディスってる言われてた。あーじゃあその時は来てもいいよみたいな感じだったの。ただガチャガチャ言われたからめんどくせえみたいな、来んじゃねえよってなったんだ。そういうこと？今日の流れは。私が山登りしてる時に行きたいねっつって話してて、お掃除をし始めて、それでガチャガチャってなって、もうめんどくせえみたいになったんだ。来るなら2日前に言えって言ってたの。でもなんか2日前から泊まりたいって言ってなかったっけ私。記憶が違うかな。七夕の前ぐらいから泊まりたい泊まりたいってなかったの、予告的には。7月6日から泊まりたいって言ってたよねずっとね。2日前どころじゃないの。うん、あビタミンちゃん短冊ありがとう。いきなり来るのはズーズーしい。でもそんなんだって何時間、5時間前とかじゃない、行く時間の。それだったら別に準備とかできんじゃないの。そんな突然に5分後に行きますんじゃないんだから。私だったら別にポルポ今から来るっつったら喜んで準備するけどね。どんな状況でも。ただ仕事とかね、なんかね、約束とか入ってたら断るけど、何もなくて配信 してるような状態だったら別にいいよ、みたいな。言うけどね。体調悪いとかじゃない限りね。感覚が違う。いやそんな感じだと思うけどね普通の人も。どうなんだろう、どうなんだろうね。付き合ってからそういうのなくないって。そうだね。奈良ちゃんのせいでって怒ってた。いや私もまああるけどね、原因は。やっぱ人を動いちゃうって原因はありますけど、そこじゃないんだよね荒れるとこってね。荒れてる時ってやっぱなんか余計なこと言った時じゃない。そうしなきゃ普通に荒れないじゃん。だってずっと今まで2ヶ月間枠を見てましたけど、荒れてる時ってなんか言動じゃない、やっぱり自分から出た言動で荒れてるような感じがする、態度とかね。そうじゃないかな。ねえ、一回も誘われたことでないんじゃないの。私あっちから会いたいみたいな、あの病気の時はあっちから言われたよね初めてね。奈々ちゃん家行ってもいいって初めて言われたよね。私が体調悪い時ね。看病しに来たじゃん私が39度熱出た時。
あれは鳩が飛んだから、だってあの時配信中じゃなかったよね。行くってなって配信つけたんじゃなかった？確か。そうじゃなかったっけ？奈々ちゃん最近本当につまんなくなって、あんたのコメントが一番つまんないわ。その間に開業入れんのやめてくれる？天下丸で収めてくんないって感じだからつまんないんだ、あなたもね。特徴が出てるよ、あなたの文章も性格が。返しもつまんない。だったら返しが面白くなるようなコメント書けばいいじゃんね。そうじゃないの、そちら側の責任もあるわよ。こっちがつまんないって言われる理由ね、一緒に作ってんなんか枠なんてな、見てる方もつまんないと思ってたらこっちもつまんなくなるじゃん。そうじゃないの、そちら側が面白くしないとこっちだと面白くないよね。面白くやっててもね、そっちは受け取る方の感受性じゃないですかね。見てくださいの立場は？なんでお願いして見てもらわなきゃいけないの、わざわざ。いらないんだけど、そんなこと言ってる人。こっちは一人なんですけどね。逆にいらないです、そんな言い方。本当につまんない日が、だからもう見んのやめればいいじゃん。なんでつまんないって言いながら見んの、バカじゃないの。ピーコちゃんありがとう、借金。つまんないつまんない言うんだったらコメントにも書かないで、もうね、私の枠見なきゃいいやん。それがつまんないってさっきから言ってんのにね、その脳みそがちょっとよくわかんないよね。本当だよ。あ、ありがとう。企画中にボロの名前出しすぎて、だって彼氏なんのが別に出してもいいじゃん。みんなだって彼氏できたらさ、友達とかに言わないね、ねうちのたけしがとか。それと何ら変わんないんだけど。ねえ。友達とかにも話すでしょ、うちの彼氏がさ、ってさ。そんな感じなんだけど、私も。あ、ケイちゃん、花火ありがとう、シャキーン。ナナちゃんが弱気にならず大きな愛で包んで、あんたが大きな愛で包めん、うるせえな。ペコだの、ペコ。ブルだなんだかよくわかんないけどさね、本当に人に押し付けないんだって感じ。うん、ペコちゃん、あなたもちょっと感情入りすぎてんじゃないの。いや早く家行けって言ったってさ、今何時だって、もう 10時過ぎじゃない。天の川3060円の、マジこれ。あれ、すごいじゃん。すごい。いっぱいもらっちゃった。どうしたいので、だから今暇つぶしだって何回言えばいいのね、電話待ちなんで今。電話待ちってしよっか、これ。電話待ち、暇つぶし。電話がつながんないから今つなげてんの、私がな。ツイッターいいねしてるから電話出る？どういうこと？ツイッターをいいねしてんの？してないじゃん。全然してないんだけど。
してないですよ。してないです。向こうのタイミングでかけてくるまでのんびり待ったなって、どんぐらい1ヶ月とか1年とか待たなきゃいけないの今話したいんだけど、私はパピコちゃん本当に1年間10年間待たなきゃいけないの？もう頭白髪になっちゃうんだけどね。暇だったらポルポンとのエンディングを考えよう、お別れを。あなたも濃くね。フィナーレを決めるってこと？台本で。プランをね。でもなんか私、もしね、考えるとしたらね、まあ、考えることもないんだけど、私から言ってあげた方がいいんじゃない？もしね、そういう状況になったらね。私がなんか原因を作ってあげないとやっぱりならないと思うよ。例えば私が好きな人ができたとかさ、ねえ、もう耐えきれないとかね、もうわからん、ねえ、そうしたいとかね、喧嘩してとかさ、私からふっかけてみたいな、そうしなきゃダメなような感じがするね。考えるなのね。そうだよね。多分あっちからは言えないんじゃない？あの性格だったんね。優しすぎるのはどうかな。じゃあ私だってめんどくさいよ。だってそういう状況になったんで巻き込まれんだから。一番いい手としてはそういうことじゃない？配信者的に考えになったのね。そうじゃない？待ってる気もする？どうなんだろうね。それはないと思うけど、彼は。ただガチャガチャなんのが嫌だってことでしょ、荒れんのが。ただそれだけだと思うんですけど、私は。枠を荒らされてガチャガチャなんのが一番嫌だって感じな。別に私がどうのでなくて。別れる別れないとかそんなことは全く考えてないと思いますよ。そう思いたいだけでしょ。でも言動とか行動を見てるとそうだよねって感じ。試しに別れようって言ってみてほしい。それ言ったらもう終わりじゃない？本当に究極のフレーズじゃない？それを言ったらねえ、試す試さないじゃなくて究極の時に出すことまでないの。ねえ、配信切ったら電話来るかも。私の予想は来ないと思うけどね今日は来ないと思いますよ。まだ通話してんじゃないの？またかけてみる？繋がったら切ろうかしら。繋がったらね。あ、通話中のためになってる。まだ通話してるね、誰かと。通話中ですね。1時間別れてあげないと。だったらあっちから言うべきじゃないの？思ってたの。ね、思ってないでしょ、そんなこと。別れさせようとしてますけどね、みんなね。いいじゃん、みんな5年間ぐらいこれに振り回されるんだからえ、これから5年間ぐらいね、これを振り回されるんだからね。ずーっと覚悟しとけって感じえ、
覚悟しとけっつうんだよ。なんで1時間電話しちゃいけないの？違う、切り方だよね。わかる？奈々ちゃんに連絡するよねって切った瞬間に通話中になってんだよ。うん。だから待ってんの。そうじゃない？うわぁ、なんだこれ、ファンスタスティック。すごぉ。10個ももらっちゃったん。あららららら。ありがとうございます。誰だろ、これ。あー。よくわかんない人だ。ありがとう。なんか、アラビア文字みたいな人だった。多分女性かな。じゃちょっと終わりますか、そろそろ。もう3万円分もらっちゃったしね。もう稼いじゃったかな。ねえ、1時間で3万円稼いじゃったかな。もう終わりにしようかしら。やだって。いや、切らなきゃ連絡つかないでしょ、これ。どう考えてもね。うん、もう終わります。1時間喋ったんで、足も今日疲れてるんで、このままバタンキューなんで。うん、ねえ、うん、じゃあ終わります。おつじょりです。